明日すぐに役に立たない野外災害救急法の話。災害や事故は突然にやってくるものです。山奥や離島、悪天候で起こるハプニングをいかにして切り抜けるのか。決して無関係ではいられない災害や事故に遭った時に、大切な仲間や居合わせた人の命を助けられるかもしれない、そんなラジオをお届けします。皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、WMA ジャパンの寺田です。本当これ明けましておめでとうございますなんていう回をですね、本当はやろうかなと思ってたんですけど、今年はもう正月早々日本がひっくり返るような話があって話題騒然でしたね。特にあの北陸の能登半島の、あの大地震のことは、皆さんねテレビでも見ていろいろと心配されてる方も多いし、たくさん、今もね被災生活を送られてる方もいるんじゃないかなと思うんですけども、あの WMA は野外災害救急法っていうことを、教えてる団体だったりをするので、この時になんかすごいやっぱこういう時こそ WMA のこう力が発揮されるのかななんていうことで、あの元旦からあの発災当日かからいろいろ情報を発信するなんてことをしたりしてきました。今日はなんかその辺の話もあの少しメンバーとできたらいいなということで、あの WMA のメンバーを、何人かあの招いて少しそんな話をしようかなというふうに思ってますということで、せっかくなんでちょっと自分たちから自己紹介してもらっていいですか。はい、じゃあ、はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ガメラです、吉澤です。お久しぶりの方もいらっしゃるかと思いますが、初めましての方ガメラと覚えてください、よろしくお願いします。はい、こんにちは、ペコマです。山岳医を山梨県でやってます。山岳医療の環境をより良くしていきたいなということで、その一環として WMA でインストラクターやってます、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、こんばんは、大輔です。大ちゃんと呼んでください。自分は、災害の方を特に専門として看護師をやってます、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、あの大ちゃん今言ってませんでしたけど、 WMA のインストラクターをなろうとしている研修生でもあるわけですね。はい、はいはい、ということで今日はあのインストラクターチームで、この話題についてちょっとあの話してみようかなというふうに思ってるんですけど、本当ね、なんだろう、この、タイミングというか、この WMA というジャパン、 WMA ジャパンという団体がこう発足するきっかけの一つって言ってもいいのかなっていうふうになったのが、十数年前にあった東日本大震災っていうのがあって、結構大きな災害の時にこう WMA っていうのが、こう、なんでしょう、世にこう広がっていくみたいな、機会でもあったわけですよ。で、今回はその能登地震があって、たくさんの被災者がいるっていうことで、なんかやっぱこういう時にこそ役に立つ情報がないのかなっていうふうに考えてたわけです。実際大ちゃんはさ、なんだっけ、行ったんだよね、はい、現地に、はい、で現地に行ってなんかあんまりさ報道に乗っかってない話がいっぱいあったと思うんだけど、いっぱいあります、はい、例えばなんか避難所の様子とか、その被災地の様子ってなんか気になったりしたこととかさ、そうです、はい、ある自分も今の WMA の方で、インストラクター研修生として やっていて、やっぱり感じるところがすごいあって、プライベートの空間もすごい、やっぱり避難所とか大事、そこはもう本当に大切です。だけど一方で、太陽に対しての意識がやっぱり自分たち、看護師も含めて低すぎるかなっていうようなちょっと印象をすごい受けて帰ってきました。例えばどういうこと？段ボールだったりビニールが、そうですね、あの床ではなくもう本当にプライベートだけに疲れちゃってるっていう、だからもう地べた、足切りみたいな、底冷えですね、そうですね、もう底冷えみたいな感じで、それは避難所でみんな寒い寒いって言いながら過ごしてるんだけど、それをやっぱり段ボールを使おうみたいになると、こう区画を区切ったりするみたいな感じに使うことのが多かったみたいな感じ、そういう現場を見てきたってこと、そうですそうですそうです、まさに、はい、ああなるほどなるほど、でましてあの高齢者がすごい多いんで、やっぱり、あの環境の変化にも弱い立場の人がいる中で、やっぱりそういった人たちを守れてるのかなって考えると、やっぱり疑問がつきました。なるほど、はい、確かにね、これちょっと数年前やった熊本地震、はい、あれもなんか4月の夜かなんかに発災して、その時の映像も見てたんだけど、大体こう避難所みたいなところに行くと、なんか防災倉庫からいっぱい段ボールが出てくるわけよ、なんかいろんなあの毛布とかが入ってる、で大体ブルーシートってどこにもあるわけよ、でその毛布みたいなもので大体こういっぱいあって、
でこれをさ、その時もどうやって使ってたかなっていうと、うん、まあ、当時はあのなんだっけ、そう駐車場、うん、とかだったんだけど、まあそういうシートを引いてさ、うん、あのお花見みたいに、はい、でその、上で毛布をかぶって、はい、で段ボールはその辺にこう山積みになってるみたいなっていう映像とか、まあよくあるわけですよね。だから今回もそれに近いのかもしれないけど、ね、近いです、まさに。だからそれを、まあ、WMA のカリキュラム的に考えると、まあ、ちょっとなんかもうもったいないなみたいなところあるわけだよね。ね、どうですかペコとかさ、なんかそのもったいなさの部分っていうか、うん、まあ、一応僕は医者という立場でちょっとあの医学的側面から言うと、やっぱり体温を奪われるっていうのは非常に危険なことなんですよね。で体温を奪われる原因の一番大きいものは電動です。電動っていうのは床と体が触れてしまうことで体の体温が床の方に奪われていってしまう。それが体温が落ちてしまう一番の原因なわけですから、そこをいかに防ぐかっていうのが寒さをしのぐ、もしくは低体温症を予防することの一番重要な部分だと思いますね、うん、低体温症は予防するっていうのが、まあね、重要なコンセプトっていうことですけど、なんだろう、そのために使えるものを上手に使う。なんかさ、テレビとかで最近低体温症ってようやくなんかいろいろ言うようになってきたよね。そうですね。でもなんかさ、よく見てるとなんかあの結構 なんていうの思い切れないアイデアみたいないっぱいない。なんかあのあれはこういう風に使って、これはなんかガブリさん見たりします、そういうのとか。うん、あのまあ僕はあんまりテレビ見ない人なんですけど、まあ、ネットから流れてくるニュースとかね、見てると、この間もね僕見たのは、避難所生活で低体温症に気をつけましょう、あの手に入るのならばあの温かいお湯を飲んでくださいみたいなことを堂々と言われてたんですけど、多分ねお湯を飲んでも低体温症を防げないよねっていうのは、僕ら WMA のカリキュラムを扱ってる、あとそれを理解してる人は多分気がつくと思うんです。お湯でホッとするけどエネルギー生まれないでしょっていう話で、でしかも被災地でお湯を沸かして配るって結構なあの物資がないと多分実現しないと思うんですよね、うん、でそのあまり効果のないところに貴重な資材を投入しているのかなって。それもっと有効に活用した方がいいし、エネルギー源を与えて熱を生み出そうって言ったら、お湯を沸かさなくてもできることあるでしょうきっとって思ったりもして、なんかこう低体温症っていうのは触れ始められたんだけど、ちょっと本質的ではないのかな、うん、気がしたりしますね。なんか WMA の場合は基本的にコンセプトっていうものを軸にして考えようというふうにしてて、まあ、今回の太陽の話に関しても、人間のこう体温が奪われていく物理的な経路を意識して、まあ、それを効率的に遮断するにはどういうな、まあ、どういう道具じゃないな、道具がどこの経路をうまく遮断するかっていう考え方を持ちましょうっていう、まあ、ちょっと一見すると分かりにくいような、うん、あの表現の仕方をするわけなんだけど、まあ、でもある意味それが汎用性を高めるみたいなところがあるわけだよね。なんかあのペコはそこも医者っていう立場でいろいろな生理学とかさ、今エネルギーがどうのこうのみたいな話もあったりしたと思うんだけど、まあ、正直その被災地で体温を維持するってどうすればいいのかなみたいなところもあるわけよ。あの体温を維持するためにはエネルギーが必要なんです。体は体のエネルギーを消費しながら熱を産生して維持していると。だから簡単に言うと、エネルギーがなければ熱を生み出すことができない、まあ、簡単な物理現象なんです。エネルギーによって熱を生み出している。でエネルギーってどっから来るかって、人間にとっては食べ物以外からエネルギーを取ることはできません。なので食べ物を取らなければ熱を生み出すことができない。そしてお湯からはエネルギーを取ることはできないんです。で食べ物って言ってもまあいろいろあるんだけど、まあ一番効率的にねエネルギーになるものを積極的に取るのは重要かなと思います。具体的に言うとブドウ糖、ブドウ糖を取るとそれが即エネルギーになって、でそれが火種となって自分がもともと持っているタンパク質だったり脂肪だったりだとかもエネルギーとして使用できるようになっていくので、もしねお腹が空いてるで寒いっていう人がいたとしたら、ブドウ糖をまずあげるのが重要かなと思います。なるほどね。今あのこのラジオを聞いてくださってる人、もしかするとすでにね今現地であの被災生活にある方がいれば、まあ、すぐ使ってもらえそうなアイデアになるし、まあ明日は我が身というかさ、明日は自分が被災者になるかもって考えると、そういう準備に
今みたいな話なんかはすごく役に立つことなのかなっていうふうには思うんですよ。なんかこういうロゴマークの団体だから、うん、なんか我々の活動とかさ教育内容ってなんか山屋のもんでしょみたいなでよく言われるんだよね。だからなんだけど本当はウィルダネス状況下って僕らが定義しているものは、まあ、アウトドアももちろんそうだし、まあ今回みたいな被災生活とか避難生活っていうのみたいなっていうのも実はまあキャンプとかさ野外山とかと関連性があるとか同じような環境に陥るんだよねっていうふうには一方では言ってはいるんだけど、なんかまだまだね、なんかそういう認知にたどり着かないというか、でもうまく使えればそういう情報ってすごい役に立つんだなというふうに思って、今回は正月に発災した直後にホームページを使ったりして情報投げたんですけど、 SNS とかもやっぱりこうシェア率がものすごく高かったので、まあこのやっぱりある意味で関心の高さっていうのをこう感じるところでもあったんですよね。うん、やっぱり発災直後に情報を投げたっていうのはすごくいいことをしてるなっていうのは感じましたね。やっぱり困っている人に本当にその情報を届けたいっていう熱意をすごい感じましたし、この WMA はやっぱり本当に人を助けるためにやっている団体なんだなっていうのをすごく強く感じました。うん、はい、なんか今後ねそういう現地で活動する医療団体だったりとか、あるいはそういう、まあ、これからボランティアの人がいっぱい入っていくわけじゃない、北の辺にも。そういうボランティアの人たち の、まあ、その予備知識というかね、そういう教育家としてもぜひ使ってもらいたいし、まあ避難、まあ誰、まあ、全国民が対象みたいになるよね、広く考えるとねみたいな感じなんだけど、その深さは大なり小なりあれど、まあアイディアが人を救うみたいなこともあるわけですよ、知識と技術がね。なんでそういう時に、まあ、これからもその WMA っていう団体としては必要な情報をどんどん外にも、ね、出していきたいなと思ってるし、それを受け手側というか知る側の人たちも役に立つ情報っていうのを、まあ、知る癖みたいなものをこういう機会を通じてなんか高めていけたらいい、うん、まあいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしてますね。だってね、災害なんてねいつ起こるか分かんないもんね。うん、そうだよね。日本は世界第4位の災害大国っても言われてます。第4位です。いい、世界今200国ぐらいいますよね。その中で第4位です。あ、はい、確かに今さ、ここもう今僕らどこだっけ、これ福島にいるんだけど、はい、もう猛吹雪でね今ね、もう地吹雪やばいっす。やばいっす。建物が揺れてます。揺れてますね。これでさ、電線が切れたりとかしたらもう被災地だよね。いや、被災地。だからそうすると今日のさっきの太陽の話なんか今度自分たちの話になるわけだからね。ダンボールダンボールね、っていう風になるよね。だから本当、リアルにこの宿に戻ってくるときに脱輪して立ち往生してた おじいちゃんいたもん。そうだよね。ある意味そこはもう被災地になってる。たまたま除雪車が通りかかってケインロープ張ってるところ僕見ましたけど、あで僕が大丈夫ですかって言ったところでね、うん、じゃあ何ができるかって言ったら、やっぱりもう車なんかどうでもいいから、その人をまず、うんうん、保護して、うん、まずこの人をまずこう安全な環境に置くってところだと思うんだよね。うん、そういうところにやっぱ目を向けていくべきでしょうね。そうだよね。うん、自分は今ニュースとかで一般の人は被災地には来ないようにっていうような報道が流れてますけど、うんうん、まあ、そう思わなくて、そうじゃなくて、むしろこの今 WMA でやってることを今被災地の人は本当に求めてるっていうのをすごい実感してきたので、うんうん、もう本当にこのなんて言うんだろう、北米みたいな形が一日でも早くできると。ナイちゃん言ってたよね、なんか現地で活躍する人たちとかがこの WMA の救急法のような、うん、考え方、医療的な判断とか、はい、その、まあ、生理学とかっていうものを軸にした対応とかっていうのが、はい、できるようになれば、はい、まあ、災害時って圧倒的にその お医者さんとか、うん、その医療従事者とか救助のリソースが足りなくなるっていうのは、うん、今回もそうじゃん、そうですっていう時に、はい、被災をしてる人たち同士がよく自助共助とか言うけど、うん、その自助共助の内容中身がある程度しっかりしてれば、もっと機動力があるっていうか、うん、もっとこう自分たちで合理的に助け合えるみたいな、はい、っていうことになるのにみたいなこと言ってたよね。それのため、ま、そうだよね、はい、でそういうためにやっぱり事前の教育っていうのかな、事前の準備っていうのかなっていうのは、うん、まあ多からず必要だってことですね。うん、まあ、だんだん常識になるといいよね。我々はこうやって発信しているようなものが、うん、日本人だったら誰でも知ってることだよねみたいなの世界が来ると、結構より良い世界だなって気がする、ね、確かに。
まあ、今回は能登半島沖地震 の、 あのための情報っていう特別なあのコーナーを WB のホームページにも作っていて、あの今太陽のことずっとやってきましたけど、あとは今回の地震の傾向的に傷に対してどう捉えましょうとか、あの怪我に対してどう考えましょうみたいなことがあのカリキュラムから出してあるんですね。のであのいい機会ですからぜひちょっと眺めてもらって、まあ、WM っていうのはこういうことをやってる団体だなんていうのをちょっと知ってもらうきっかけにもなればいいかななんていうふうにも思いました。というわけで今日はあの WM のメンバーに参加してもらって、あのこの1月1日に起きた地震への発信についてちょっとね話を深めてみました。皆さんどうも今回はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日すぐに役に立たない野外災害救急法の話。この番組は野外災害救急法の教育団体 WMA ジャパンがお届けしました。それではまた次回。